さあ、生産カリとアイアイヤー。さあ登場、生産カリとアイアイヤーです。生産カリがこのステップを踏んでいきます。アイアイヤーもしっかり着地まで持っていきます。しかしながら生産カリがリードしている状態。さあアイアイヤーもここは攻略、難関第3エリア、そして第4エリアのこのドラゴンスライウェーブスを超えていく。おー、ただ生産カリが、あー行きました、生産カリが先に押しました。ギリギリ生産カリが先について一生終わりました。あ、いやいや、惜しくも、あとちょっと届きませんでした。生産カリとアイアイヤーという二人の対決。終始、生産カリがリードしていた展開ではあったんですが、アイアイヤーもしっかり食らいついていました。しかし、あとちょっと、生産カリに及ばずという戦いになりました。やはりアイアイヤーこの、ドラゴングライダー、そしてツインブリッジなどのエリアをしっかり攻略できる能力があります。しかしながら生産カリがその全体の速さで上回っていきました。壁を掴んで先に押したのは生産カリということになりました。